墨落ちのイラスト墨落ちは、柔道の投げ技の主義16本の一つ。行動館国際柔道連盟における、正式名称。別名空気投げ、アイフ略号ソット。突っ込んできた相手を自分も踏み込み、墨に投げ落とす技。三船急造十段が七段であった39歳の時に考え出した技で、当初空気投げと呼ばれたが、可能おじごろう師範が、 墨落ちと名付けた。七段の47歳の時、第1回全日本柔道選手権大会で、関西の佐村海一郎七段と対戦し、墨落ちで一本を取り、墨落ちの発案から七年がかりで完成させた。非常に素早い、巧みな動作によって、相手を崩し、柔道意を持った手以外、相手に触れずに投げる技。相手の斜め後方へ突き飛ばすように相手を投げる。 この二つの名前の他に、バケツの中の水を撒く動作に似ていることから、バケツ投げと呼ばれたこともあったが、それは、ちょっとひどいとの言葉を、三船急増銃弾は残している。なお、空気投げには、墨落ちである、三船流空気投げと、浮き落としの一種である、石黒流空気投げの二種類がある。シドニーオリンピック男子60、キログラム以下級決勝で、野村忠博が、 テイフセりに対して、開始14秒で墨落ちを決めている。これは野村が不利な体勢からやや強引に内股を仕掛け、それをイが、内股すかしで反撃しようとしたが、野村の技の崩しや勢いが強くそのまま、イが投げられてしまったという形ではあったが、決まり手として、墨落ちが採用された。合気道にも墨落としという技が存在する。 柔道技とは想定の間合いが異なるので、技法としてもやや異なる。合気道の隅落としは、相手の斜め後方に投げる場合がほとんどである。合気会などのほか、柔道と関連の深い合気道競技では、特に、乱取り基本の形17本のうちの1本に、制定されている。ありがとうございます。